来月1日から始まる夏の福島競馬を前に、安全を祈願する馬場清め式が行われました。福島市の福島競馬場です。今週土曜日に開幕する夏の福島競馬を前に、関係者およそ30人が参列して馬場清め式が行われ、開催中の安全を祈願しました。芝は春の開催で傷んだ箇所を張り替えて、現在は順調に生育し、全体的に良好だということです。全国から問い合わせ、それから福島に行くよという声をいただいております。この機会に福島競馬、それから福島の街の魅力を全国に伝えていきたいと思っております。夏の福島競馬は来月1日から23日までの土曜日曜に合わせて8日間開催されます。